吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ、ゲストはアイナジエンドさんです。こんばんは、よろしくお願いします。アイナジエンドです、お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。言ってもね、この間キモノイストっていう着物のね授賞式で我々ちょっと会いまして、うん、あの時はめっちゃ本当に久しぶりだったから、ね、ってなってってなってすごいめっちゃ嬉しかったんですけど。嬉しかった、嬉しい、なんかちょっと呼び捨てが嬉しすぎて、うん、え、私はずっと憧れてるんですけど、リホちゃんって呼んでいいんですか？もちろん呼んでください。やった、はい、ちょっと距離縮めてね、ちょっとアイナ呼びしていきますけども、はい、いやでも本当にね久しぶりで、初めてこの番組に来てくれたのが2019年12月以来なんで、およそ4年ぶりのご出演となってます。いろんなことあったね、この4年で。ねえ、多分お互いいろいろありましたよね。いろいろあった。まあいろんなね変化もあったと思います。特にやっぱり最近ではビッシュ解散っていうのが大きかったかなと思うんですけども、うん、これがね一番新しい挑戦となっております、はい。主演を務めた音楽映画キリエの歌が公開になっております。はい。いやーこれやばいですね。うん、びっくりした。リホちゃんこれ見てくださったんですもんね。もちろん、すっごい長い映画なのに、ね、もちろん、もうねちょっと久しぶりに当てられたっていうか、当てられたなんか、うん、なんか刺さりすぎて、あんまりこう自分もすごい心の皮がこう分厚くなってるから、感動とか、うん、切ないなとか感じることはもちろん感じるけど、うん、なんだろうな、一緒に苦しくなるみたいなのが最近減ってて、なんか共鳴しすぎて苦しくなって、うん、なんかなんだろうな、ずしってくるみたいな、なんかそれがすっごい久しぶりにガズンってきちゃって、監督はスワローテール、リリーシュシュのすべてなどを手掛けている岩井俊二さん、うん、この岩井さんのスワローテールとかリリーシュシュのすべてが、私は特にリリーシュシュのすべてがすっごい好きで、もうめちゃめちゃファンなんですよね。その作品のファン、岩井さんのファンでもあるけど、その作品のファンな私的には、なんかあの時の空気感がワンって戻ってきた感じがすごいして、特にやっぱこの音楽映画であるっていうことのなんか特別感っていうか、そして音楽が小林武史さんが手掛けられてる、このタッグもリリーシュシュのすべて以来なんですよね。そうだね。なんかそれもはいみたいな、はいはい、そんな奇跡っていうか、そんなにファンが嬉しくなることが起こるんだってまず思ったし、またあの音楽と映画のコラボレーションの素晴らしさを感じれるんだっていうのにまずはあって熱くなって、そしてやっぱ何が一番すごいってアイナ・ジ・エンドなんですよ。いやそう、もうねえぐい、えぐすぎ、やりすぎ、やりすぎだよアイナって思った。やりすぎ、やりすぎ、こんなんもこんなんももう、もう大変大変、もう引っ張りだこになりすぎて、そんなことない、もうアイナが大変なことになっちゃうって思ったぐらい、もうねなんかこの先のアイナ・ジ・エンドのどんな風に進化していくんだろうっていうワクワク感と、本人のキャパをさらに超えてきてる感じが私はして、自分、なんか本人が痛みを伴って演じてるっていうのが私は勝手に思って、なんかこのキリエっていう役を演じながら音楽活動してたのかって思うと、それ大変だったんじゃないかなってすごい思いました。まず本当ですか、確かにビッシュ活動期間中でラストスパート残り1年みたいな時に撮影が始まったんで、なんか正直ね、もう時間がなかったんで、キリエの歌の曲作りはいつも夜中で、ほとんど寝てなかったかなとかはあるんですけど、衝撃的だったのが現場がめっちゃ穏やかで、その他の映画とかお芝居とか分かんないけど、多分岩井組っていうのは多分どうやらちょっと変わってるのかな。なんか、いやなんかでも静かな、その音楽映画なんだけど、ある意味すごく美しい静寂が流れてるっていうか、そうかも、そう、だからそのビッシュのアイナの姿とキリエっていう人がやっぱ全然違うっていうか、どっちも好きなんだけど、なんかあまりに違いすぎて、
なんか憑依するみたいなのって本当って思うけど、これは憑依だよねって思った。私は、嬉しい、うん、なんか今喋ってて、うんうん、実はずっと鳥肌がなんか止まんなくて、晒してこのなんかボコボコ産毛立ってきたなんかわかんないけど、なんかこうやって最近プロモーション稼働みたいな、人生初めてやってて、あ、そっか、そう、なんか慣れないバラエティとか出てるじゃないですか、なんか今日はここに来て、なんかずっとこう、何ですかね、なんかこう内臓から出てきた言葉をずっと話されてるような、うん、そう、内臓がね今、うん、なんか煮沸されてて、煮沸危ない危ない危ないのでもそのくらいすごくね心が動いたし、あのやっぱ目の前にアイナがいて、でキリエちゃんのこと思うと、やっぱあのね、なんか切ないのと、もうかっこいいってい う, こうなんか尊敬の気持ちと両方が混ざってね、煮沸されてるみたいこの映画自体は本当にこう舞台がすごく多くて、うん、石巻、大阪、帯広、うん、東京を舞台に、まあ、本当に点々と、あの撮影現場もあの移動されてたと思いますし、キャラクター自体が歌うことでしか声を出せない住所不定の路上ミュージシャンっていう、もうなんか要素がいっぱいあるっていうか、で抱えてるものだったり、トラウマみたいなものも、まあ、ちょっとこれネタバレになるんで言えないんですけど、たくさん抱えてるような女の子で、こういうキャラクター、難しいキャラクターとどうやって向き合っていきましたか。だって言ったらめっちゃ声出る人が声出ない役するわけですからここまでこんなに声出る真逆ですよね。だから最初の設定が、確かに私中学校高校の時ってあんまりこう友達とうまく付き合えなくて、割とダンス4歳からやってたので、ダンスで人とつながって言語化して、気持ちを言語化して人と付き合うのが苦手で、自分が話せば無意識に人を傷つけてしまって友達が離れていってしまうんじゃないかっていう不安で、もう一切喋れなくなった時期があったんですよ。じゃあ本当はリンクしてるところがあるんだ。そうだから、こうそんな中でもダンスだけがあったっていうのがキリエと似てて、まあ、キリエもこう人とお話できないけど歌なら自分の気持ちを乗せられるっていう芯の強さがある子だったので、なんだかこう共鳴できる点が何個かあったかな。そうか、いや本当にね、とってもいい映画だから、ちょっとぜひいろんな人に見ていただきたいんですが、まずここでですね、アイナ・ジ・エンドさんの曲をお送りしましょう、曲紹介をぜひお願いします。キリエで、キリエ哀れみの賛歌。お送りしたのはキリエで、キリエ哀れみの賛歌でした。イエーイ、イエーイ。こちらはね新しいアルバムが、はい、リリースされてます。されてます、されてます。こちらのちょっとアルバムのお話も伺いましょうか。はい、まあ、お話にね今までありました映画キリエの歌から、キリエ名義で10月18日水曜日より発売されています。曲を自分で今回書き下ろすとか詞を書くっていう作業はどうでしたか。なんか不思議で、いつも曲書くときってある程度プレッシャーがあるんですよ。この映画の主題歌だから、この映画を見て書くとか、アルバムのコンセプトはこれだからとか、なんか岩井俊二さんとあの話していくと、こうすごくいい意味で高校の文化祭を一緒に作り上げてるみたいな。へー、そうなんだ。だからこうプレッシャーがあんまなかったかもしれない。へー、すごい。キリエね、なんか初めてですね、アイナ・ジ・エンドじゃない名義で曲出すのも。なんか役者さんとかやってたら、はい、どんな感じなんですか、その現場とかで、はい、役名で呼ばれるじゃないですか、すぐ自分だってクランクインの時からは思います。ああ、そうだね、意外とわかるね、呼ばれたら。え、聞きたかったんですけど、はい、リオちゃんって台本渡されるじゃないですか、で
自分の役パッて見るじゃないですか、うん、でどうやってこう役に入っていくんですか、時間かけて入るんですか。でも作品によるかもしれないですね。なんか私もやっぱりすごい時間がかかるから準備期間欲しいなって思う作品もやっぱあるし、なんかそれこそ例えば特殊技能がいる、例えば手話が使えなきゃいけないとか、ギターそれこそ演奏できなきゃいけないとか、うん、そういう特殊な能力がいる場合はやっぱ1ヶ月前ぐらいから練習期間が欲しいみたいに言ったりもするし、逆にもう読んでてもうこれ自分じゃんみたいな、もう自分しか演じれないこれはとか思えるような作品もあるし、まあなんかすごいいろいろですねそこは、そっか。なんか今後もし私がなんかまた演じる機会があったらりょうちゃんになんか相談したい。いやいやもうあなたは大丈夫だよ、そんな誰かに相談とか絶対しなくていいと思う。もう勝手に生み出てくるっていうか生まれる感じが、もう人の話とか絶対いらない気がする。むしろなんか自分の感性がすっごい鋭くていい感性というか、もう本当唯一無二の感性の持ち主だから、逆にそのままをずっと突っ走ってほしいって私思います。どうですか。私ねでも今ずっと喋っててね、見つけたんですよ。こんな女性になりたい人って言われたら吉岡里帆って答えますこれから。ちょっと何よ見つけた。何インタビューで答えるやつ。何これなんか今アプローチされてんのかな。すっごい嬉しいんだけどそんな言われたら。嬉しいな、ありがとう。でも私もねすごいねアイナ・ジ・エンドのね演じ方がすごくね魅力的だったから、あ演じるってこう違う人になるな、違う人であるように見せることじゃなくて違う人として生きていくことなんだみたいなのを教えられた感じがして、すごい勉強になったんですよね。むしろちょっと相談しようかな悩んだ時、ちょっといやアイナやばい役来たよって、これどうしたらいいってそしたら私家でなんか米炊いて待ってます。なんか一緒にご飯でも白いご飯をいい、ね、はい、めっちゃ相談したいなと思いましたよ私の方がね。いや皆さんぜひ映画キリエの歌主題歌キリエ哀れみの賛歌などなど、アイナ・ジ・エンドが作詞作曲に携わった8曲含む全12曲収録されたアルバムデビューをキリエとして10月18日水曜日に発売されています。皆さんぜひ映画と一緒にチェックしてください。イエーイ、はい、UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストにアイナ・ジ・エンドさんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。お願いします。さてここからはアイナ・ジ・エンドさん、伝説的グループビッシュを経て現在ソロとして活躍されていらっしゃるわけですが、はい、まあ一人でね活動スタートして変化とかありましたか。そうです、寂しいし、寂しくないしみたいななんか感じで、今までだったらこう一人で何かテレビに出て歌うとかだったら、ビッシュのアイナ・ジ・エンドってこう歌下手だったねとか書かれたり、このビッシュのっていうのが絶対つきまとってたんです、だからプレッシャーがあったんですよね、ビッシュの顔に泥を塗っちゃいけないとか。だけど今一人なんでどんだけしくじっても全部一人の責任っていうのが少し楽で、なんだかちょっとこう楽しく歌える瞬間も増えてきて、と同時になんだか頼れる人がいないのかとかは瞬時に思う時もあって、なんか一概にこうめっちゃハッピーとかではないかも。波がある。そうか、確かにどこ切り取るかにもよりますしね。確かに。なるほど。では、はい、この8年間のビッシュの活動を通して、まあどんなギフトをもらったか。もうギフトだらけで、もうなんかまずそうだな、居場所、私が今ここでリホちゃんと喋ってるのもおかしな話です。なんかおかしくないよ自然必然必然なんか本当にもう最近も慣れないバラエティとか出て、なんかもう芸能人って普通の感覚だったら無理やろうなとかをめっちゃ感じるんですよ、やっぱみんな強靭なメンタルしてるっていうか、まあそうやって思ってしまうほど自分は多分普通の感覚もあって、だからこんなやつが
もうね、ラジオとかもテレビとかアルバム出したり、なんかおかしいなって思うんですけど、まあ、そういう居場所作れた、作ってくれたのはビッシュだったなって。だから一番のギフトは自分に生きる道をくれたことかなって思いますね。そう、ずっしりくる言葉ですね、それは。でもね、やっぱアイナ・ジ・エンド、まあ、もちろんやっぱビッシュがあってっていうのは大きいと思うんですけど、やっぱ子の力も半端じゃないから、でやっぱりなんか自然なことだった気がする。やっぱ世に出ていくこととか、人が認知していくこととか、アイナ・ジ・エンドの歌を聴きたいって思う、こうなんだろう、ムーブメント作ったこととか、やっぱ自然と聴きたいって思うし、あとなんか当時ね、私もう一個アイナ・ジ・エンドに救われたことがあるのを思い出して、はい、私たちって実は君が心に住み着いたっていう、そうドラマで、あの初めての主演の、そうそう、初めて主演をした時の作品で、うん、アイナ・ジ・エンド名義で曲を作っていただいてて、その時の曲めっちゃかっこいいんですけど、 MV が超良くて、うん、嬉しい。なんか私あの時はある意味プレッシャーすごく当時感じてて、うまく漫画通りできるかなとか、やっぱ原作ものやるって怖いなとかいっぱい思ってた時に、やっぱアイナがもう自分、私を見ようっていう感じぐらいのパワーでどこからでも見ていいよみたいな、あのオープンマインドな感じで MV に出てて、それがねすっごいかっこよくて、めっちゃ励まされたんですよね。で私もこういうマインドで表現するべきだってすごい思ったっていうか、どこからでも見なさいみたいな気持ちやっぱ慣れたんですよね。なんかあの時は私もりょうちゃんも若かったし、なんだかこうりょうちゃんのことお姉さんだと思ったけど、今考えたらめっちゃ若い、めっちゃもうキッズみたいなのっていうか、そうそう、全然ね、弱いし、本当になんかメンタルもそんな強くなかったし、今みたいにいろんなことを解釈する力もなかったし、だからそんな状況でよくあんな結構過激な、ね、シーンもあるドラマ、しかも主演、なんかよく大人になって分かった、あれはすごいことだった偉業だったんだって。いやなんか君が心に住み着いたの、りょうちゃんからまたね、上から目線みたいですけど、成長したりょうちゃんにも会えて、なんだか嬉しい。いやー、本当いろんなことあったね。そうですね、ちょっとみんないろいろあるよねって感じなんですけども、はい、普通に仕事で行った場所の印象みたいなんで全然いいんですけど、まあ、映画キリエの歌で石巻、大阪、帯広、東京行かれたと思うんですけど、好きだった街と か、 なんか思い出残ってる風景、瞬間みたいなのありますか、見た景色の感じで。 ありました。石巻はこうなんかめっちゃ太った猫が歩いてたり、見たことないぐらい綺麗な花が咲いてたり、人が多分優しくて、猫ちゃんにもいっぱいね餌をやったり、あとそのいいね、太ってるのが猫がいるのとか、なんか本当に海も綺麗で、なんだかこうなんか一言では言えないけど、分厚い限りがあった時期もあっただろうに、なんだかそれをこう乗り越えようとやってる勇ましさっていう、人のもう誇らしげな生き方みたいなのがもうそこら中に見えちゃうんですよ、街の花も猫もなんか、空気も匂いも、もう素晴らしくって、石巻が思わずこうフィルムカメラでフィルム使い切っちゃいましたね。あ、そっか、いっぱい写真撮りたくなる瞬間があったんだ本当に。そしてお家のお話を伺いたいんですが、はい、現在のお部屋どんな雰囲気ですか。部屋来てほしいです。え、行っていいの。嬉しい。いいのですか。え、いいんですか。私はいいですけど、私行きますよ普通に行きますよ。いいんですか。来てほしい。行きたい。家は、なんかそんなに全然いい家じゃないんですけど、はい、一室をこう服の部屋みたいにしてて、まあ、服の部屋の壁の一角をこうスタジオみたいに声を取れるようにしてて、だからこう服が吸音してくれるというか、あ、すごい、ちょうどいい。そうそうそう、床も一応吸音材貼って、天井も吸音材貼るんですけど、
まあ、防音室っぽいことあへするために服の部屋でスタジオを作ってていいですね。なんかそこでアイディアですね。そうかも。そこでよくね曲を作ったり歌ったりしてる部屋があります。へえ、なるほどね。では心地のいい場所はどこでしょう。私ね換気扇の下が好きで。どういうこと。なんかあでも乾燥嫌って言ってたじゃないですか、うんうん、私も嫌なんですよ。だから換気扇もかけたくないんですけど、うんうん、あの音が好きであわーんっていう感じ。なんかこう静寂じゃないっていうか、はいはいはい、自然な日常音が何もしなくても鳴ってる。 あれが心地いいのか。初めて会った換気扇の音落ち着く子。ああ、なんかねこうそこに下にうずくまって歌詞とか書いてたら、うんうん、まあちょっとこう出てくるんだ。出てきたりもするし、うんうん、かな。そこ好きですね。面白いねそれは、うん、ちょっと個性だねアイナちゃんのね。今日本当にいろんなお話をありがとうございました。いやありがとうございます、うん、最後にアイナジェンドさんからリスナーさんへメッセージをお願いします。はい、キリエの歌のアルバムが出てます。デビューですね、結構曲も作ったし小林武さんと岩井俊二さんが音楽一緒にやってくれて宝物みたいなアルバムできてます。よかったら聴いてほしいです。そして映画も公開しています、よかったら。なんだか長いんですけども見終わった後の言葉どんな言葉が出てくるのか気になるんでなんか送ってくださいありがとうございます。皆さんぜひチェックしてください。今日のゲストはアイナジェンドさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストはアイナジェンドでした。いやーいっぱい話せて嬉しかったですね。やっぱり4年ぶりにラジオに来てもらってもちろんねいろんな変化があったし、まあ、独り立ちしたとか映画の主演を務めたとか大きな変化はあったけれどもアイナジエンド自体は何も変わらず本当にこうピュアなままであの時の素敵なエネルギーをそのままにでもこう心が大人になってもっともっと新しい扉を開いていくんだっていう前向きなエネルギーにあふれててとってもね素敵な大人になってってお姉ちゃんは思いました。はい、でもすごいね映画を見た時にこれからもっともっと全然違うゾーンに入っていく人だなっていう、 こう表現者としてもすごくこう尊敬の気持ちでいっぱいになってなんか友達みたいなもっと仲良くなりたいって思いもあるしやっぱちゃんとこう一人のアーティストさんとして追いかけていきたいなっていう風な気持ちにもなりました。そんなアイナジェンドさんとの写真もアップされています。番組ホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして今回は特別なひとときを演出してくれるスイーツ芋栗かぼちゃの100万石水晶を5名の方にプレゼントします。改めて応募キーワードは秋の味覚でほっと一息。秋の味覚でほっと一息。ご応募は UR ライフスタイルカレッジのホームページからお願いします。右側にあるメッセージフォームから送ってください。名前、住所、電話番号をお忘れなく。当選者には番組のスタッフからご連絡させていただきます。では UR ライフスタイルカレッジまた来週お会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な一週間になりますように。